このことの心知れる人、女房の中にもあらんかし、知らぬこそ寝たけれ、行なりと見るらんと安からずおぼせど、我が御恩とがめあることをあえなん。二つ言わんには、女の御恩ためこそ愛おしけれ、などおぼして色にもいだしたまわず、意図何心の物語して笑いたまえる、まみ口つきの美しきも、心知らざらん人はいかがあらん。なお意図よく似通いたりけりと見たもうに、親たちの子だにあれかしと泣いたもうらんにも絵見せず、人知れず儚き形、人知れず儚き形見ばかりをとどめ起きて、さばかり思い上がり、およづけたりし身を心もて失いつるよと、哀れに惜しければ目覚ましと思う心も引き返し、うち泣かれたまいぬ。この極めて限られたものしか知らないことの秘密を知っている人が、柏木が亡くなってしまった後では三宮と自分と、そしてもう一人手引きをした女房の中にいるはずだ。それが誰なのかわからないことこそ、自分が死なないことこそ尺なことだ。知らぬこそ寝たけれ、寝たし、ね、寝たまし、俺を欺いて、そのことが俺に知られないで、そしての顔をしている者が一人いるはずだ。それが尺だという。行なりと見るらん。俺を愚か者だと思っているだろう。と、安からずおぼせど。心安らかにではなく、源氏はお思いになっているけれども、我が御恩とがあることはあえなん。自分の側の罪になる分、それはこらえることもしよう。二つ言わんには、女のためこそ愛おしけれ、自分のことと、もう一人の人のことと、二つの事柄を心に持って、言うならば、自分のためのことというよりも、この事件に関して、女の御恩ためこそ愛おしけれ、女三宮のためにこそ、そのことは何とも愛おしい思いのすることだ。俺一人ならば、そのものが密かに軽蔑していようと、耐えることができる。しかし、女三宮のためにそのことは、より気の毒なこと
そして許されないことだなどとお思いになって、しかし表にはふっつりともお出しにならない。色にも出したまわず、色に出すというのは表情に出す、表に出す、まあ口に出すのもですが、あるいは一番こういうの古い言い方は色にいずの前が穂にいずですね。穂っていうのは秋の茅原なんかスーッとこう、今まで何の緑色の葉ばかりが、茅の葉ばかりがそよいでいた、それが夏の終わり頃になると、8月の末、9月の初めくらいになると、箱根の仙石原なんかの茅原、一晩か二晩でスーッとこう穂が出るわけです。一面に茅原が穂を出して、青い色からいきなり白い色には変わりませんけれども、茶色がかった穂が出るわけですね。そうすると、秋の色になるわけですが、その穂にいずという、そしてその穂にいずということは必ず神が人間に啓示を与える、そういう内容をこう含めて、古くは穂にいでし神、穂にいずる神、言葉ではなくって、しかし神の啓示として明らかに人間が感じ取るはずの、そういう形で神が意思を表示される、意思を示される、そういう時に穂にいずと言います。それがもう少しこう時代が下ってくる、色にいず、しのぶれど色に出にけりというふうな言い方になるわけです。ふっつりと表情になんかお出しにならない。そして意図何心の物語して笑いたまえる、まみ口つきの美しきも、心知らざらん人はいかがあらん、なお意図よくにかよいたりけりと見たもうに。この意図何心の物語して笑いたまえるっていうのは生まれたばっかりのこのお子のことなんですね。だからこの物語して笑いたまえるなんていうのは物語なんか語るわけはないので、しかし生まれて、まあどれほども時間の経ってない子供なんだけれども、なんかこう口を動かして、そしてなんか声らしい声みたいなものを出すんでしょう。むにゃむにゃっていうのが、そういうところも非常にこうこの子は優れているんですね。表情が豊かなんです。で魅力があるんです。それをこんなふうに何心の物語して笑いたまえるとこう言ってるわけですが、これはまあ誇張ですけれども、なんか無心に言葉らしいような声を出して笑っていらっしゃる、その目つき、あるいは口元のなんとも可愛く可愛い様子なのも、心知らざらん人はいかがあらん、真相を知らない者はどんなふうに思ってるだろう。やっぱり
前のその糸アテナルに添えて愛行づき、まみの香りて、えがちなるなど糸哀れと見たまう。その様子ですね。その様子、それをまたここで何事の物語して笑いたまえる、まみ口つきの美しきも、そんな出生の真相を知らないものを、どんなふうにこの可愛い子供の様子を見ているだろう。自分の目には糸よう似通いたりけり、亡き柏木と大層よく似通っていることだとご覧になるにつけて、親たちの子だにあれかしと泣いたもうらんにも絵見せず、人知れず儚き形形見ばかりをとどめおきて、さばかり思い上がりおよづけたりしみを心もて失いつるよ。両親がこんなに若く突然に亡くなってしまった柏木、自分の子供のことについて、せめて子供だけでも残していってくれたらと泣いていらっしゃる、その親たちにもよう見せることもできないで、これが私の子だっていうふうにして、見せることもできないで、人知れず儚き形見ばかりをとどめおきて、まさしくそうですね。全く人に知らせることのできない、人に感づかれてはならない儚い形見だけをこの世にこんなにして残しておいて、さばかり思い上がりおよづけたりしみよ、あれほど気ぐらい高くおよづけたりしみよ、人間的にもよくできていた人、人柄のよかったあの身を、自らの心をもて失いつるよ、自分自身の心柄、自分自身の心のありようのゆえに滅ぼしてしまったことよ、むざむざと滅ぼしてしまったことよと哀れに惜しければ、哀れむ心が、それからこの若者を惜しむ心が自然に起こってくるわけですね、源氏の胸の中に。哀れに惜しむ気持ちが起こってくるからして、今まで目覚ましと思う心も引き返し、目覚ましけしからんやつだそう思っていた心も打って変わって、うち泣かれたまいぬ、心からお泣きになる。